はいそれでは本日は一級建築施工管理技者の学科試験令和2年1時問3番建築学音及び問4番建築学木材について解説をしていきたいと思います問題は番組タイトル下の説明欄にも記載されておりますのでそちらからもご覧ください今回の問題の答えは A4 番が答えとなります音に関する記述として最も適当なものはどれか1人間が聞き取れる音の周波数は一般に 20Hz から2 0 k h z 2 0ヘル z と言われている こちらの問題は正解です。まあ、結論、こちら暗記になります。この人間が聞き取れる音の周波数は 20Hz からまあ2万 Hz と言われています。まあ、K というのは 1K イコール1000ですね。そしてこの周波数の多い、周波数の多い音というものは高いというものになります。なので、鳥の鳴き声とか高いですよね。これが5000ヘ約 5000Hz と言われております。そして周波数の少ない音に関しては低いというのがまあ決,め決められています。例えば、犬の鳴き声とかだと 500Hz。 車の走行、まあ、100から1000、まあ、トラックとか、普通の乗用車とか、いろいろあるんですけども、まあ、あのトラックとか低い音になると 100Hz、まあ、一番高いので 1000Hz と、まあ、大体このような形で言われております。なので、このように鳥の鳴き声とか高い電話の音とか、こういうのは 5000Hz とか 3000Hz と言われるもので、えーえー、少ない音は、周波数の少ない音というのは低いので、まあ、このような 100Hz とか 500Hz になってくるという形になります。 なので、えー、今回言っているのは、この、えー、人間が聞き取れるのは、高い音だと2万、低いのだと20までと言われているので、えー、こちらも、えー、覚えていただければと思います。1番に関しては正解です。続いて2番。室内の向かい合う平行な壁の吸音率が低いと、フラッターエコーが発生しやすい。こちらの問題は正解です。このフラッターエコーというものは、なり球と言われるもので、このフラッター、これはですね、ひらひら震えるとか、羽ばたきをするという意味になります。 こちらはですね、向かい合った平行な壁で音が多重反射する現象、こう反射する現象のことをフラッターエコーと言います。この向かい合う壁ですね、この向かい合う平行な壁、ここ,ですこ,この吸音率、吸、まあ、音率というのは音を吸収する力だと思っていただければいいです。音を吸収する力、こいつの音を吸収する力が低いとフラッターエコー、このように多重反射する現象が起こりやすいので、今回2番に関してはこちらのことを言っておりますので、正解になります。 続いて3番。自由音波において、無視向性の音点源から点音源から10メートル離れた位置の音圧レベルが63デシベルの時 20m 離れた位置の音圧レベルは57デシベルになる。こちらの問題は正解です。こちらはですね。まず、ちょっと最初に自由音波とか無視向性という。ちょっと細かい言葉で出てくるんですけども。もまあ、自由音波というのは、えー、音の進行を妨げず、自然に伝。伝播。 伝搬していく空間のことを言うということですねなのでまあ障害物がない普通に伝わっていくのが重由音だと思っていただければいいですそして無視光性これはですねどの方向からも同じ感度で吸音するものと思っていただければいいですなのでこのようなことが書いてあるんですけどもまあ、普通に点音源からちゃんと音が発せられることだと思っていただければいいですそして次にこの音の特徴なんですけども音の強さに関してはですね音源の出力の大きさまあ、範囲は広がっていく えー、この強さに応じて、えー、範囲というのは広がっていくただ音源からの距離に反比例する、まあ、距離が遠くなると音が小さくなっていくということです、まあ、要は何を言っているのかというと音は広がっていくがボリュームは遠くなるにつれて小さくなるというものがこの音の特徴になります例えばこの点音源から距離が 10m 今回言われているのは 10m ですね 10m まではこのような これだけの音の強さがあるという形になるんですけども、距離がさらに20メートルになった場合だと、広さはさらに4倍になるんですけども、ボリュームに関しては4分の1になってしまうというのがこの音の特徴になります。こちらも暗記になるんですけども、音の強さ、最初に発せられる点音源からの強さが1倍の場合だと0デシベル。デシベルというものは、音の強さ、大きさを示す単位のことですね。2倍だとプラス3、4倍だとプラス6という形になります。 ただ、えー、音の強さが二分の一になれば、それはその分マイナス3。四分の一になるとマイナス6という形になります。今回、10メートルから20メートルにジャンプアップするということは、広さが4倍になるんですけども、ボリューム、強さは四分の一という形になります。距離が2倍になるとその分小さくなると。書いてあるので6デシベルマイナスになるということですね。 距離が 10m の場合 63dB の時 20m になると強さは1 4分の1となる従って 63dB-6dB で答えは 57dB になるのでこの3番に関しては正解になりますついで4番音波が障害物の背後に回り込む検証を解説と言いい低い周波数よりも高い周波数の音の方が解説しやすいこちらの問題は不正解です結論から言うとこちら低音の方が解説しやすいというのが正解になります まずこの解説というものはですね音波が障害物の背後に回り込む現象のことを言いますなのでこのように音がこうあったらこの壁の後ろにこう音が入り込んでいく背後に入り込んでいくこれが解説といわれるものになります次に高音と低音の特徴になるんですけども高音に関しては振動回数が多いんですけどもこのように直球ストレートでいくと思っていただければいいですただ、えー、この低音に関しては振動回数が少ないんですけどもどん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 広がっていく、えー 低音に関しては波長がこう長く遠くへ広がっていくため、回り込みやすい性質になっています。ただ、高音に関しては波長がこう短く直進しやすいので解説しにくいというものがこの音の特徴になります。今回の問題、低い周波数よりも高い周波数の方が音は解説しやすいと書いてあるんですけども、高い周波数よりも低い周波数の方が解説しやすいので、今回の問題に関しては4番は不正解という形になります。以上のことから今回は4番こぜとなります。 続いいいいてて番に入っていきたいと思います。木質構造に関する記述として最も適当なものはどれか1枠組み壁工法は木材を使用した枠組みに構造用合板その他これらに類するものを打ち付けることにより壁及び床を設ける工法で枠組み壁は水平力と延直力を同時に負担することができないこちらの問題は不正解です結論同時に2つ負担することができるというのが正解になります この枠組み壁工法というものはですね、2x4 工法と言われるものになります。この 2x4 というものはこの 2x4 材というものを使用して、そして構造用合板等をこう貼り付けていく工法になります。2x4 材に構造用合板等を貼り付けて壁や床を構築する工法、この壁式構造と言われるものになりますね。なのでこのようにですね、2x4 のやつをこう、フォーのものをこうバーッと、えーまあ こう打っていて、いそして、売っていた後にこの構造横半をこう貼り付けていくという形がこれが枠組み壁,壁工法になるということですね。まあ、このような枠組み壁工法の壁式構造ではですね、延直力と水平力を負担する壁組,壁組み部分と、あとは延直力のみを負担する壁組み部分、支持壁というもので構成されている。なので、このような水平方向および延直方向を負担することはできないと書いてあるんですけども、できるのでこの1番に関しては不正解です。 なののででこのようにですね、安全となるようにうまく釣り合いよく配置していくということですね。あとはこの 2x4 工法以外にも木造軸組工法といって、まあ、在来工法ですね。日本の古くから伝わる在来工法になるんですけども、柱とか針とか土台とか、筋貝等を使用する工法で、横の構造物、まあ、桜花剤ですね。桜花剤と縦の構造材を使用するものが木造軸組工法というものになりますので、こちらも付随して覚えていただければと思います。続いて2番。 2階建ての建築物における炭柱は接合部を通し柱と同等以上の体力を有するように補強した場合、通し柱としなくてもよい。こちらの問題は正解になります。まず、この通し柱の構造なんですけれども、この通し柱というものは、木造2階建て以上の建物において土台から土木まで通った継ぎ目のない柱のことをこの通し柱と言います。なので、このようにこの木造住宅を断面でこうやったら、 通し柱というものはここにおりますとでこれが、えー、軒とそしてここが土台ここまで直通1本直通でいってるこの最も大切な柱のことを、えー、通し柱と言いますあとは途中でこうやって区切れてる針とかで、えー、動作紙とかで区切れているものに関してはこれは、えー、管柱と言われるものになります通ってないものですねそして今回出てくる、えー、この墨柱この建築物における墨柱はというのはここですね墨の柱のことを墨柱と言います 積み柱は接合部分を投資柱と同等以上、ここの、まあ、例えばここら辺に、例えばですね、接合部分がこの投資柱と同等以上の体力を有する補強した場合、別に投資柱と、ここを投資柱としなくていいよというのが、まあ、例外パターンとしての問題になるということですね。接合部分を投資柱と同等以上の体力を有するように補強した場合に関しては、ここは別に投資柱としなくてもいいという形になります。まあ、ただですね。 最も大切な柱なので原則としては通し柱とするというのを覚えていただければと思います。2番に関しては正解です。続いて3番。燃えろ設計は木質材料の断面から所定の燃えろ寸法を除いた断面に長期荷重により生じる応力度が短期の許容応力度を超えないことを検証するものである。こちらの問題は正解です。こちらの問題もかなり難しい問題なのでちょっとニュアンスで覚えていただければという形になるんですけども。 まず、えー、燃えろ設計というものは、火事で消失する木材の部分、かっこ燃えろですね。火事で消失する木材の部分、燃えろを想定して、あえて木材の断面を大きくすることを言います。まあ、このようにですね、柱の断面図があるとしたら、断面があるとしたら、多分こう、ふわっと燃えていったら、こんだけは燃えるだろうと。こんだけ燃えるから、ちょっと割増し、プラスで増してしてプラス増し、白、まあ、を作ると。ちょっと増しで、えーとまあ、寸法を設計しようという形になります。 なんでまあ燃えたことも予想して、えー、多分これぐらい消失するのでこんだけ広いでかく作くとけばいいだろうというのがこの燃えしろ設計という形になります。なのでこの燃えしろ設計というものは木質材料の断面から所定の燃えしろ寸法を除いた断面,断面2というのはこちらのこと、こんだけのことを言っていると思っていただければいいです。で次にえこのここが難しいんですけども長期荷重による生じる応力度が 短期の、えー、許容応力度を超えないことを検証するものであると書いてあるんですけども、まずこの長期荷重というものと短期荷重というものがあります。長期というものは自重、自分の重さ、ずっと自分の重さがかかり続けてくる。そして積載荷重、ベッドとかソファーとかの、まあ、ずっと置いておいたらそれもずっと荷重でかかってくるので、これが長期荷重。そして短期荷重というのは、まあ、あの豪雨とか、えー、風とか地震など、短期間で集中してくる荷重のことをこの短期荷重と言います。で、今回言っているこの この許容、長期荷重を生じる応力度が短期許容応力を超えないように検証すると書いてあるんですけども、例えばですね、このような柱があって燃え、燃え、燃えましたと。柱がこうバーッと燃えて、燃えしろ部分だけなくなって、そしてこう柱がこう燃えると小さくなりますよね。こんだけ余ったと。小さくなったら早く復旧をしなければいけません。なので早く復旧をするということは、その分すぐに復旧しなければいけないので、その間の短期荷重、 風とかかに耐えれる力を作っておかなけければいけないといなななととうことになりますなので、この小さくなってから復旧するまで、この復旧までの期間の応力、まあ、応力というのは風の、ね、風などに歯向かう力ですね。歯向かう力をちゃんと作っておかなければいけない。なので、このような、早く復旧しなければならないため、その間の期間、短期の期間に関しての応力、この短期短期級応力は長期の応、長期の応力を超えるようにするということです。まあ、この長期よりも短期の方が重要というのをざくっと簡単に説明するとそうなります。 長期だと、まあ、自重とかこのベッドとかソファーの重さよりも早く復旧するから地震とか風が来る前にがっつりこう組み立てがっつり耐えれるようにしておいてくださいねというのがこの3番の問題になるのでこちらも非常に難しいんですけどもこちらも覚えていただければと思います。3番に関しては正解です。それでは4番構造体力上主要な部分である柱を基礎に近結した場合当該柱の下部に土台を設けなくてもよい。 こちらの問題は正解です。こちらは基礎と柱の金結した場合の施工になるんですけども構造体力上主要な部分と書いてあるんですけども、まあ、こちらはですね基礎とか基礎部位とかは、えー、壁柱小屋組、土台羊飼い火打ち針、えー、床とか屋根とか針、えー、桁などが、えー、構造上主要な部分と言われるものになります、まあ、これが、えー、その中の柱ですね柱を基礎この柱と基礎を金結、えー、した場合に関しては 当該株の土台を設けなくてもいいと書いてあるのは、まあ、結論言りと正解です、まあ、原則としてはこの土台をこう持っていてその上に柱を組み立てていくんですけども、まあ、このような柱落とし込み足固め工法といわれるもので1、まあ、個の例の工法ですねこのように基礎と、えー、柱を金結した場合に関してはこの土台を別に設けなくてもいいよというのが例外パターンとしてありますなのでこの基礎と柱を金結した場合に関しては柱の株に土台を設けなくてもいいというこの例外パターンが発動しておりますので 4番に関しては正解になります。以上のことから今回は1番が答えとなります。